サバンナちゃんだよ。はい、どうもね、うん、ちょっと出張してますね。出張してます。前も来ましたね、ここね、うん、なんかここ来る日ってちょっと寒い。寒いんだよ、ここは。本当寒い日なの。普通ポカポカ陽気でもいいんだけど ね、 ねえ、もう季節的に曇っちゃってタイミング悪くね、うん、ということで、はい、なんですか、ここでお二人に料理を作って、うん、西村ね、西村でしょうよ、西村レストランだろ。ここの屋上はもう西村用でしょ。西村レストランだもんな、ね、うん。あとはもう何を食うかね。じゃあ行きますか。行きましょう。西村レストランな、本当はカレーのやつ美味しかったもんな。美味しかった、あれすげえ美味しかった、うん、いやいやいや、サマーズのお二人お待ちしておりました。なんだろう、まあまあ寒いよね。寒いんで、いつもこっちからかな。ようこそ屋上西村レストランへ。西村レストランだね、これ完全に。どうぞどうぞお座りください、うん、ああいい。前回はね、はい、カレーを非常に美味しく食べさせてもらいました。カレー鍋でございます。美味しかった、はい、あれは。ありがとうございます、うん、今日もじゃあ何か作ってくれたんだ。今日もちろんです、はい、あの屋上西村レストランとして、うん、春バージョン、春バージョン、ちょっと春の食材を使った、うん、料理をあの二人に振る舞いたいなと思います。我々じゃあただ待っていればいいの。あ、そうです、もう、うん、出来上がっておりますので、うん、もう早速召し上がっていただくことができます。今日もあったかそうでいいじゃない、はい、いいよ。じゃあ、うん、どうしたっけ、座っていいの、どうぞどうぞお座りください、はい、何もね、食べてないから。そうですよ、あ、うん、何も食べてないですか。そうね、昼は。だからこれ食うって言うから、はい、何も食わなかったの。ありがとうございます、うん、腹を空かせていただいたってことですよね、うん、はい、そうね、はい、まずじゃあ特に何もないんだよね、この空間。西村が作ったやつを食うっていう。そうです、で屋上西村レストランとしてお二人を振る舞うっていうだけの来たっていう、うん、ありがたいよ、ほんと、はい、まずじゃあ献立の紹介をさせていただきます、はいはい、ぜひお願いします。まず、今回ご飯と汁物という感じを素晴らしいさせていただきまして、うん、ご飯の方がですね、うん、まずですね、こちらの羽釜で。綺麗だね、それ。羽釜で炊きまして、羽釜って何？羽釜ですか。こういうやつです。いやいやいや、羽ってどんなやつ？羽はね、羽の羽ですね。なんでの？なんででしょうね。羽釜っていうの。羽釜っていうの。その気になるんだよね。蓋が重いんですよ。うん、この重さでこう上から圧力をかけることによってこうふっくら炊ける。こちらでですね、うん、今の春の旬、ハマグリでですね。うわ、ハマグリご飯。だしを取ってご飯を炊きまして。良さそう。でですね、うん、春の食材、春の食材。うん、こちら。何て言ったの？春の食材って言いますよ。空がね、うん、抜けやすいですよね。なんかコントやってる時ってさ、バーンと行くんだけどな。なあ、もうちゃんとしてんのにな。コントはなんかセリフがもう入ってるじゃないですか。うんうん、このフリートークってもうないじゃないですか。決まりがね。決まりがね。うん、だから空が抜けやすいっていうありますよね。じゃあ何それ。春の食材、うん、春ガツオ。ほー、ガツオ、ね、ガツオですね。醤油と酒と砂糖とすりごま、まあ、そして小ネギとしそですね。それでしっかり漬けたものをこのハマグリで炊いたご飯の上に乗せて食べていただく春ガツオの漬けの。俺カツオもう大丈夫だ、ね、カツオもう大丈夫だ、大丈夫、うん、一瞬ダメな時があってカツオね、食いすぎた時期あったのよ、はいはいはい、カツオもういらないっていう時期食い終わった時あったの、一回人生分。いやいや、どんだけ食ったんですかそれ。何でですか。二十歳ぐらいの時。そうそう、結構早めなんですよ、うん、バイトしに行ってた時に、はい、そこで食い終わったの。食い終わったってな。カツオだけで飯を腹いっぱいしなきゃいけない時があって。カツオってのは分厚いじゃん一枚。なんかあの手法。ロケですかそういう。いや二人でバイトで。バイトで中空、うん。プライベートで。そうそう、はい。そこからカツオ食えなくなっちゃったんだけど。でどっから食えるようになったの。なんかまたロケで。最近四国行ってね。四国のあの高知行って。はい。美味しいの食ったんだよね。わら焼きの、はいはいはい、あれからまた復活してね。でもこれあのわら焼きも美味しいですけど、うん、しっかり漬けにした、うん、ごまの風味が効いた、俺はもう大好きですよ、うん、沖縄の郷土料理で琉球っていうのがありまして、カツオ以外でも普通のお刺身をこういう漬けて食べるっていう食べ方ありまして、琉球ね、はい、そういうやり方で今回やらせていただきます、うん、はい、もう一個こちら、うん、こちらになります。何？こちらですね、あったかそうでいいじゃん。ほうとう？何？今度は
山形の郷土料理芋煮でございます。芋煮、はい、いろんなのチャレンジしてね、いろんな県の郷土料理をなんか仕事にいろいろ行かせていただくじゃないですか、うん、で帰りちょっと空港で食べたり、はい、ちょっと美味しいもの食べたりして、うん、あこれちょっと自分でやってみたいなっていうことでいろいろこうレパートリーが増えていくわけです。何か特徴があるのこの芋煮は。芋煮はですね、これ山形の郷土料理なんですけども、うん、味噌ベースで豚、そして里芋、うん、厚揚げと月こんにゃくっていう、こう細いこんにゃくで、ちょっと酒粕を入れております。山形は美味しいからね大体。今回僕の奥さんがですね、うん、庄内の出身なので、お嫁直伝の芋煮となっています。それはもう筋金入りだ、はい、これはもうじゃあ注ぎますんで、注ぎますんで、ちょっと美味しそうなんで、すげえうまそうだな、ね、西村のやつ本当うまいよな。うっすら寒いからやっぱこうあったかいのいいね。ねえ、醤油、酒、砂糖、すりごま、大葉、小ネギ、はい、漬けはこれで完成ですね。ハマグリの水蒸しですね、一回水で蒸して蓋開けさせて風味が出たご飯を炊くという。うわ、もう立派すぎてね。いやでもいい出汁は出ると思うんだよ。火つけて。そうですね、はい、これはもうこっちでいいんですけど。よいしょ、里芋、厚揚げ、豆腐、なめこですね、豚肉ですね、ここで溶く。これがどうしてここで？味噌みたいにすぐ溶けるもんじゃないんで、一回溶いといて全部は入れないですね。ちょっとずつこう。OK。ああ。西村レストラン間違いないだろうな。間違いない、もう料理番組だよこれも。あ、いい感じで炊けております。そういう料理番組みたいなそのオファーは来ないわけ？料理番組というのはないですね。まあキャンプのロケで、まあ、作るわね、まあ、作るっていう。やっぱ外になっちゃうんだな。感じが外が多いですね、うん、外である意味があんまないもんね。そう、これは部屋の中でもいけちゃう感じだもんな、うん、全然ね、部屋でもいけるんですけど。でもやっぱこのね、ちょっと寒くした中の、そうね、こう汁物とね、あったかいのがいい。そうそう、あ、おこげありましたね、おこげ、おこげね、こうね、おこげいいね、いいね、ちょっとおこげできております。あ、そうなの、初登場。ポケットポテチ、あ、寒くない、ね、寒くないって聞いたら、いやむしろ暑いぐらいですねって謎のコメント。あいつ暑がりだからね、全部俺らの楽屋ビーフォービーフォー、ね、どうぞ。おお、まずは大胆にカツオが乗っかったね。うわ、ほんとだ、一切れしかいらないのに、一切れしかいらないのに、もうだいぶ入ってんな一切れと言わず、三切れ、四切れいっちゃってくださいよ。これカツオとこのハマグリがこうセット
ットになっててもいいんだ。セットに。だからハマグリだけだと味としては薄いってことだね。薄いです。もうあくまで出汁を取るだけという感じです。なかなかこう俺らもさ町ブラとかやってるけどさ、うん、こういう美味しいの食べないもん。食わないもんね、うん、その町の郷土料理を食べないの、ね、我々ロケで。町中華とかだもんな。そうなの、意味わかんないですよ。意味わかんないから。ラーメンの町行ってラーメン食わない。どうぞ。はい、どうぞ。上田さん、ね、これうわうまそう。お前たっぷりよそるな。量が多いんだよ。しっかりね、これ具だくさんでいただくものですから、うん、ただ芋がいい感じで入ってるわ。じゃあいただいちゃうか。どうぞ召し上がってください。ご飯からいってみようか。ご飯からね、やっぱり。いただきます。しっかり使っておりますから、うん、琉球ね。琉球、うん、あ、うまい。全然そう嫌な臭みとか一個もない、うん、うまい。ありがとうございます。すげえ。しっかりつけることによって、うん、そういう生臭さっていうのは消えますね。酒も入っておりますので、相当うまいね、はい、これ相当うまいよ。ありがとうございます、うん、ハマグリも自然に今口の中入っちゃったけどさ。入っちゃったハマグリと一緒に入っちゃいました。ちょっとでかくないハマグリ。これハマグリね、すごいいいのを用意していただいて、こんな築地まで買いに行ってくれたらしいです。へえ、むちゃくちゃでかいです。すごい美味しいじゃない。ありがとうございます。相当うまいなこれ。うわうまい。山形の、はい、うまいぞこれ。ちょっとハマグリがでかすぎてちょっとしばらく噛む感じになる。そうですね、思った以上にでかかった、うん、俺も途中で飲んじゃった一瞬山と海みたいだけど、まあ、合うんだね。山と海、あのカツオが。これは海じゃない？これ海です。これ山なんじゃないの？こっちは。里芋がね。うん。はい、これ里芋なの？これ里芋です。里芋売りなんだよね。芋煮っていうのは里芋でやることだね。料理ですね。それを里芋なのって聞いちゃって、ずいぶん言ってたけど。しかももう、うん、食べてから聞いてましたから、うん。俺はもう見た目でジャガイモと思って暮らしちゃったんで。あと厚揚げも入っているっていうのが特徴ですね、うん、あといりこでね、そうってますね。それが厚揚げですね。はい、厚揚げ熱いな温まりますよね。すごいいいじゃない。すげえうまいわ。ありがとうございます。何の文句もないんだけど。あ、俺も通いたいわ、うん、この西村レストラン通いたい。ただね、ワンクールに1回なんですよね屋上レストランの営業日が、うん、今日はこの春シーズンの営業日だったので、お二人をお呼びしたので。いい、素晴らしい。そうなんですよ、うん、このカツオのさ、ごま和えをかけちゃうことによってさ、お米の出汁みたいなのがよく分かんなくなってるんだけど。そうなんですよね。そうなんですよなんか手を加えたかったんですよね、うん、もちろん白ご飯の上に乗っけるだけでもいいんですけど、やっぱりせっかく春らしいっていう感じで、ハマグリを贅沢に、ちょっとこうカツオをどけて、ご飯だけね、ハマグリとご飯だけで、ご飯だけのとこでも、はい、ちょっと行ってみて、出汁の感じを、うん、でも琉球がだいぶ来てるから。やっぱ琉球の何かがご飯に触れちゃってるね強いですからね、琉球の方がね。強い、すげえうまい、はい、でもこれ琉球あって正解だったわ、うん、いやそうでしょ、ね、やっぱ上に乗っけてっていう感じで食べていただこうと思いまして。僕は何入ってないよこれ。醤油、酒、砂糖で、すりごまですね、うん、すったごまが結構入ってます。それが切り身に馴染んでるっていう感じ。いいんだろうな。もう大丈夫ですか、カツオは大竹さん、うん、全然これはもう最高ですね。ありがとうございます。大竹さんこんな勢いよくカツオ食ってる時あんまないよ。あ、そうなんですか。珍しい。 今まで食ったカツオで一番美味しい。高知以来だ、高知以来。本当だよ、東京の屋上のカツオこんなうめえんだ。こんなうまいんだちょっと酒かす効いてるのいい、うん、はい、あの細かいことはよく分かんないんだけど、いいよ。ありがとうございます。いい、確かにこの酒かすの感じは効いてるよ。うん、効いてますよ、うん、で酒かすがさ多いとさ、そうなんかカス感がすごいんだけど、はいはい、程よいから、程よいね、はい、言われなきゃ、あ、
そっかっていうぐらいの、はい、ありがとうございます。星何個でやってましたこれ、いつも西村レストラン星はカレーの時とか今日初めて、あ、やってないんだ星、星5で、まあ、すごい西村屋上レストラン今回のメニューね、うん、星5です。ね、もう出し惜しみしませんよ、5なんて出るんですか、うん、だからこれ今春バージョンでしょ、はい、5をどれぐらい連勝を伸ばせるかっていうやっぱ大会いつまで5を取れるかっていう、うん、前回でも5だもんな、5だから今 2連続5だから、ありがとうございます、うん、なかなか出ないじゃないですか5って、5って出ないでしょ、出ないで次を期待して抑えるじゃん、はい、5、5、うん、でも本当にひどい時は2出すから、ね、西村これ2だよそれ出すの、それ出すよ、はっきりおっしゃっていただいたもん、でも5だね、はい、あのキャンプの時も5だったしね、うん、ありがとうございます、今のところ外してないよ、ありがとうございます。ちょっとカレー鍋の締めでね、うん、やらかした時あったね、そう牛乳ね、牛乳味噌バターラーメンっていうね、そうか、あれは調子乗ったよ、あれはだから2ぐらい2から3だよね、こねくり回したそうなんで、あれこねくり回さない方が良かったんだそうなのよ、うまいな、これ毎回さ、例えばじゃあ今度いつか分かんないけど、はい、暑くなるわけじゃん、こっから先、はい、暑くなってもこの屋上でやるっていうのはやっぱいいのかね、外っていうのは、やっぱ外っていうのはちょっとこだわっていきたいですね、いいよね、はい、だってこのスペースあったらなんかいろいろできそうだもんね、夏、そうなんですよね、うん、だって東京タワー見えないんだよ、ここは大体この階は見えるもんね、東京タワー、でも近いよ東京タワー、あ、ここにあるじゃん、あれそうですか、先っちょが、うん、見えてたわね、はい、まあ、夜とかでもいいよ、ライトアップされた東京タワーを見ながらっていうのもね、うんうん、西村って最近さ、はい、やっぱキングオブコントの回を見てね、はい、何本かのコント出たじゃん、あ、はい、芝居うまいよ、どうですか、来ないのそういう俳優とか、そこ感心しちゃうんだよな、俺嬉しい、あれだよ、ないの俳優とか、それ俳優業みたいな、実は今連ドラ出てます、今撮ってます、マジ、なんじゃテレ朝の、うん、金曜ナイトドラマっていうわけです、うん、いい役で、何役、スープカレー屋のマスターです一緒やん、一緒じゃってことはハマり役ってことですか、あ、そうだもん、そうだもん、そうですか、もう、うん、じゃあその主役たちがみんな来る、通う、主役が勤めてる、バイトとして勤めてるお店ですね、うん、でそこに主役の子の関係者とかが店にこう食べに来たりとかっていう感じです、ね、結構じゃあ毎週出るね、毎週まあポイントポイントで出るっていう感じの、主役の子は誰の、小芝風花さん、おー、今売れてるよね、はい、また、うん、コントと通ずるもんがあるという、まあね、はい、コントも真面目に芝居しないと、うん、笑いまで持っていけない時あるからね、はいはいはい、どうですか、冬がキャンプの本場って言ってた西村、キャンプ行けてんの、え、冬 NG だっけ、冬がいい、冬がメインなんですよ、こっからじゃあもう昼が出ないから、はい、僕の山が群馬にあるんですけど、うん、夏はちょっと昼出るんですよ、うん、夏はちょっとお休みというか、うん、あんまり行きたくないですね、じゃあそろそろ暖かくなってくるからやばいね、はい、あでも明日休みなんで、明日自分の山にキャンプ行ってくる、はい、行こうかなと思って、おお、それ家族で、それは一人で、一人で、はい、意味わかんないな、明日一人で行くとか、うん、そういうのも何ですか、でも何ワクワクしてるの、今日ワクワクします、久しぶりに行くんですよ、何するとか決めてるわけ、何の飯作ろうかなとかは決めてますね、うん、まあそれ飯ぐらいですかね、朝どんぐらいに出るの、そうですね、だいたい9時10時とか、ああそんな急いでじゃない、そんな、まあ、ゆっくり、じゃあ夕飯を作るんだ、イメージとしては着いてすぐ昼飯ですね、でそっからもうちょっとずつつまみ作っていく感じです、その昼着いて飲んで食ってからのその夕飯まで何やってんの、支度してんの、なんやかんやでこう焚き火の面倒を見たりとか、うん、こう焚き火でつまみ作ったりとか、うん、その間奥さんとか子供遊ばせる、一緒に連れてって遊ばせるみたいなのが違うんだ、はい、それもあのもちろんやったことあるんですけども、ね、今ちょっと嫁が実家帰ってまして、うん、だからチャンスなんだ、チャンスなんです、なるほど、チャンスだね、やっぱチャンスは逃がしたくないじゃないですか、まあまあチャンスはね、チャンスの時はグレーなマッサージとかそれチャンスじゃなくても隙見ていけるんです
バカじゃねえ。なるほどね。だからまあ一人で行こうかなっていうのはありますね。いいな。じゃあ俺ら明日一緒に行くわってもしなった場合、献立、はい、何する？今日これ食いました、はい、明日どうする？まだちょっとね寒いんですよ、うん、で群馬なんで、うん、そうかそうか、まず寒いので、うん、やっぱ汁物になりますよね、うん、ってなると、うん、今これは食ってる、食べましたよね、和風は食いましたよ、食いましたね、いやでもやっぱり鍋料理になるんじゃないですかね、まだ一回、うん、なるほど、はい、日本人はそんな飽きないと、1日ぐらいじゃ2日連続で全然大丈夫ですか、うん、またちょっと違う感じ、もうこれにうどん入れたりとかね、うどんは全然ないですよね、うんうん、なんでしょうね、山椒鍋とかあるんです、ああ良さそうだな、ピリッといいタイトル、はい、肉団子とか作って、ああいいね、いいね、鶏肉でいいね、いいの出すな、いいの出すな、西村レストラン、いいの出すな、月一でやります、月一でね、西村レストラン、ありがとうございます、ね、どれぐらいレシピあるんですか、月一でメニューね、はい、月1だと3、4ヶ月枯れちゃうってことはないよね、またカレーなら一旦おいとまをいただく場合もありますよ、ちょっとスランプ、スランプ入った休業ね、一、はいはい、回だから連続星5を目指して、うん、星5が途切れた時に、うん、おいとまいただいていいですか、なるほどなるほど、そうね、はい、やっぱ春とか夏とかに区切った方がいいんだよね、そうですね、何ヶ月に1回ぐらい、うん、それはありますね、いやよかったよ今日はもう、うん、本当次はイタリアンがいいとか こっちが要求しない方がいいんだな、 あいいですよ、リクエストいただいた方がやりやすかったりもしますね、うん、一番得意でもその何一番得意だっていうカレー鍋とかいろいろあったじゃん、下手すりゃハンバーグとああいうの、はい、いろいろ鍋以外でもあるパスタとかさ、パスタは僕好きなんでよく作りますね、うん、一番は決められない、一番ですか、イカスミパスタですね、それ以外で、それ以外お手伝いイカスミパスタめんどくさいのか、なんかねちょっと癖あるじゃんやっぱり、まあまあまあイカスミ ね、舌が黒くなったりとか、ね、で匂いもね、まあ、ちょっと、うん、じゃあ次回じゃあ俺はイカスミで大手が違うパスタでっていうレストランみたいなことはできない、えできますよ、できんできますよ、何系のパスタがいいですか、何系、いやうーんやっぱオイル系ですね、オイル系、はいはいはい、うん、オイルちょいニンニク効かせ系、あそうだね、はい、そっち系やっぱ好きですよね、はいはい、全然いけますよ、いけちゃうんだ、いけますいけます、じゃそれもちょっとね、はい、それもちょっと考えてさ、考えてもね、ああやらせてください、じゃ一旦終わろう今日は、うん、ね、ごちそうさまでした、いやごちそうさまでした、ありがとうございました、一緒ですらごちそうさまでした、冷凍ラーメン食べ比べ、いやうまいなこれ、うまい、めちゃめちゃうまいですね、うん、店でもこの味出るとこないよな、うめえこれ、相当うまいな、サマーズチャンネル。